はい、ポケットモンスターレッツゴー EV 実況プレイのパート30やっていきます。前回こちらの双子島の、伝説の通りポケモンフリーザーと、戦って、まあバトルそのものはねすごい楽勝だったんですけど、ゲットすることはできませんでしたと。まあセーブせずにやめているので、またいつでもね、挑戦することはできるんですけれども、まあ一旦こいつの捕獲は、保留しておきまして、いずれねちゃんと金のズリの実とか、そういった捕獲にね便利なアイテムを入手してから、またいずれね、再挑戦していこうかなと思います。というわけで、まあ今回はまあ、本来の目的である、ジム巡りですね。グレンジムの方へ行きたいと思います。どこ行くんだっけ？どう行くんだっけ？地形忘れちゃったな。おい。お、パワーだ。あいつ経験値美味しいんですよね。まだ拾ってないと分かった。氷の石。なんかフリーザー捕まえに行くためにこっち行かなかったのか。んで、シルバーコロン。はい。20番水道に出ましたと。お前トレーナーか。ガラガラレベル43。まあ、ちゃっちゃとやっちゃいましょう。フェアリータイプか。千歳レベルアップ、いいね。ラプラスも上がった。レベルだけだったらもうすぐにでもね、なんていうの、ここまで上がるんだったら白竜もね、
もうこの調子でガンガン上がってもらって、早いとこね、最終形態に進化してほしいものだけど。ハートの鱗。これハートの鱗どこで使うんだろう。それでね、何かしら技を覚えられるのであれば、リザードンあたり、とんでもねえの覚えそうな気もするんですけどね。ワイパーボール3つ、ありがたい。コールドスプレー。あっと見つかった。そっか、会場だと一人か。まあいいだろう。いいね。ルージュラ。どうしようもねえの。でも尻尾振ってるよ。星の砂。よしよし。よっしゃー。グレンタウンに到着と。で、今、ふと思い出したんだけど、あ、俺、やっぱもらってきてないな。おや。星の砂。いいもん拾ってくんじゃん、お前。一旦、ニビシティに飛びますと。はい、秘密の琥珀を手に入れた。
じゃあウレンに戻りましょう。よっしゃー、ブレンラボラトリー、なんか作りも昔と変わったね。どうした、来た、早い。プテラゲット。いいね。じゃあついでに、レベル44、結構高いな。岩なだれに噛み砕く覚えてる。飛行タイプの何も覚えてないんだね。どうしよう、編成に加えようかな。今で結構バランス取れてんだよね。じゃあいっか。ここはあれね、ラプラスに活躍してもらいたいと思います。このタイプの準備だしね。ジムなんだろうけど、まずポケセンで回復。では、分かった今。ここの攻略先でいいでしょう。ラッタにドガス捕まえたことないな。捕まえましょう。はい、せーの。一個すかした。おし、リザードレベルアップ。ホイホイドガースゲット。ん、ちょっと今守りの雨あぶわ。
僕のこいつ、せーの、どこー、せーの、むず、せーの、え、全然そっちの方がいかない、せーの、あ、普通に投げればいいのか、せーの、いまだにね、この投げ方の感覚分かんなくてね、あ、今経験値 2600? こいつやべえぞ、こいつの経験値やべえぞ、あんだけ失敗してこんなにもらえるんだ。また見つけたら捕まえよう。開けられない扉が。あ、なんかいたな。上か。怪しい。またドガス。うわあ、めんどくせえやつだこれ。せーの。微妙に外れたけど。惜しい。せーの。あら。タイミング狙いねー、せーの、動くなー、待て待て待て、こいつちょっと落ち着かせよう、せーの、なんか変に右だ左だってやらずにそのまま真っ直ぐ投げれば勝手に狙ってくるのかな、これ。相手が止まってさえいれば。1173、まあまあだな。やっぱブーバーか、ブーバー経験値いいな。いたじゃねえか、せーの、あら、せーの、ん、場所でやっぱ方向性だね、せーの、難しい、せーの、おいおい、せーの、よし。初回ゲットとか違うからな。経験ちょっと少ないかもしれないけど。それでも1266もらえるんだ。激うまじゃん。で、なんだっけ？これか。こういう仕掛けを解いていかないといけないと。ラッタはどうでもいいっす。まあ普通はね、積極的にバトルした方がいいゲームなんだろうけど、ポケモン捕まえた方がね、経験値効率いいもんな。あ、早速仕掛けがあるんだけど、この仕掛けさ、おい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 、お前、お前、動きまくるなこいつ。
はい、せーの、こっち。待って、ちょっと黙らしとこう。はい、せー、長、せーの、まっすぐ行かないっていう。ですよね。せーの、あれ、ん、捕まるんかい。1037。思ったほどでもねえな。でもまあ倍率には低かったもんな。まともに一発で捕まえたりすればもっと経験値いいのかな。湧いてる。上の階に行くところが確かこっちにね、さっき階段見えたんであるんですけど、すんげえ、なんげえはしごが。ドガス、邪魔だ。こいつはいいです。あと、まあ狙っていくのは、まあラッキーとかブーバーとか、とにかく経験値の高いポケモンを狙っていきたいと思います。機械とか操作する前にとりあえず調べておきましょう。お、オーストレーナー。さあ、どんなポケモンを使ってくるのか。あー、これはもうだってねえ、とりあえず物理耐久上げとこう。次はニョロボン、水格闘タイプ。全然来てない。割と経験値いい。ラグトリオ、枝助けして、あっちが早い。あ、そんな効かない。あ、ひるんじゃった。地震を避けた。うちのラプラスは硬いぞ。
はい、ナイス。お、岩なだれ、俺の好きな技。誰か覚えれっかな。あった。リザードンが覚えられるけど、リザードンか。リザードンだったらいいや。もうまだそこそこ揃ってる。お、技マシン21、イカ様。敵の攻撃力で威力が変わると。ゲンガーあたり覚えねえかな。覚えるな。威力95。こっちがひるむことがあるんだよね。悪の波動でいいかな。結局敵の攻撃力が低いと意味ないしね。あ、ブーバ。経験値。俺の経験値。あ。せーの。せーの。あら。せーの。よし。オッケー。いいねいいね。あれでも待てよ。さっきのラッキー倍率 1.1 倍で1000でしょ。これ4倍で1600だからやっぱラッキーすげえのか。ということに今気づいた。どこまで降りんの。どこだよここ。これ絶対戦うでしょ。ですよね。マルマイン。タイプ相性はラプラスあまりよろしくないですね。まあ戦えるでしょう。う、早い。こっちかよ。ベトベトン。毒タイプ。毒タイプの相手には。はい。お、凍った。
相性全く関係ねえけど凍った。はい、じゃあまあ今回ここまでにしておきましょう。次回も引き続きこちらのポケモン屋敷攻略していきたいと思います。経験値の多いポケモンもね多いみたいで、レベル上げとかも良さそうな場所ですけどもね。まあまずサクサクっとここ攻略して早いとこグレーンジムに挑戦していきたいと思います。ではポケットモンスターレッツゴー EV 実況プレイのパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。